みんな携帯出てよ。それはなんかあれよ、この飛行機はさ壊れちゃった。そう、今ね残念ね。また日本じゃん。ラストかな。なんだっけラストのテーマは。なんだっけ。明日へのなんとかみたいな。見て。誰。私。何歳？5歳ぐらい。いやー全然そんなんじゃないと思うよ。幼稚園とか。いやもう全然そんな3歳以下だった。多分そんななってないはず。なんで持ってんの。なんで持ってんの。何を。この写真を。そうそうそう。フェイスブックに載せて。あ、フェイスブックやってんの。やってるよ。やってる。フェイスブックやってないな。なんかね、なんかフェイスブックが一番やりやすいよ。そう、うん、ミクシーやってないの。ミクシーやってるけど、何もやってない。うん、あるけどやってない。なんかね、一時期結構いろんなのに手をつけて、うん、だけど今はもうフェイスブックぐらいしかない。一番ね、なんか連絡が取りやすいっていうのが。規制が解除。なんで立っちゃった。この後花火大会終了後規制を解除しますので、直ちに退いてください。危険ですので直ちに退いてください。この後花火大会終了後規制を解除します。規制を解除しますので、車が通りますので危険です。危険ですので退いてください。海綺麗じゃない？どこの海？オーストラリア。
よ。おお。すごいね。そうだよ。水平線がすごい。空がさ、この青さだ。なんかもう地形が違うね、もうね。違うよね。うん、いいよね。あのクルクルが気になる。クルクあれ最後のテーマ言ったっけ？どうかな。意外と気にしてないっていう。結構俺気にしたんだけど。あれまだ歌わないじゃん。まだか。どうだろう。撮ってるな。そう撮ってる。もう時間的にもう終わりなんだよね。でもほら、スピーチが長かったから。そっか、今何時今？今は8時半。あー、そっか。終わりかな。Thank you.
最後かな多分ね